はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。マイクの音でかかったかね、ちょっと調整はしてんだけどね。そうね、ゲレゲレ仲間入れましたね。これ強さを見るって、キラーパンサー。ね、小さい時一緒に、レヌールは行ってないか、レヌール城行った後に、助けた。その化け物は、ひえ、命だけお助けよ。まあ、ここのね、かぼち村で、化け物がいるって言ってね、怪物がいるって言って、その正体がゲレゲレだったって話ね。さて、ここ、怪物注意、ここで南かぼち村。どうすかな。先進みましょうか。ね、一応ね、知ってる知識はね、いつも通り喋りながら行きますね。例えばこのメタルライダーだったら、仲間入りませんね、とかね。メタルなのにそれほど経験値は持ってないっていうね。この魔法使いもね、結構な確率で仲間入ったりとか、そうだね、これも入ったんだね、コドランね。これも、どんぐらいだろう。あんま大してね、何分の1だっけな。あれだね、16分の1とか32分の1とか64分の1とか多分そういう感じなんだけど、でもそこまで高いんかな。スーファミ版はさまよう鎧仲間入りませんね。実は、前回のパート8か。8まで1日で撮ったんですよ。パート1からパート8まで。で、こっから違う日に撮ってます。ね、毎日出してたからね、そんな感じないかもしれないけど、日曜日とかに、一気にね、パート8まで撮っちゃって、編集して、で、ゆっくりしてたっていうね。でも病院とかあったんですよね。ちょっと血糖値が高いっていうかね、別に、変な病気とかじゃないんだけど、ストレスとかね、溜まるとね、人間血糖値高くなるらしく、自分で調べてね、ツイッターにも書きましたけどね。それで薬とかもらってんですけど、そんな命に関わるようなことじゃないので、だからストレス解消してんのが自分ゲームなんでね。だからそのゲームを奪われてしまったらね、もうストレス溜まりまくりで、もう本当にもっと上がるんですよね、と思うので。だからそれでコメント欄とかで、いろんな人とね、お話しするのもストレス解消になるので。だからあんまね、ネタバレとかね、誹謗中傷とかストレスの原因になるのでやめてくださいって言ってるんですけどね。当たり前のことなんでね、それはね。もともと楽しく交流する場の SNS ですからね、コメント欄って。使い方を間違ってる人とか多いですよね、最近ね。はい、心にルラフェンの街。何書いてもいいんかもしんないけど、いろんな人が見てるっていうね、のは大事かなと。例えば自分こんなことで困ってるんですっていうのもいいと思うんですよ。じゃあね、それと共感する人が、自分こうやって直しましたとかね。そういうのでもね、ストレス解消の会話になるしね。同じような人いたら自分も積極的にね、大変ですよね、みたいな感じで話するときもあるし。なった人しかわかんないんで、そんなの。はい、新しい町。通称迷路の町だね。はい、ルラフェンの町に。迷路の町っていうのが、まったく、何してるの、ザーマショ。宿も満足に取れないなんて、泥臭いたらないザーマスは。高飛車な女だ。自分の嫌いなタイプだね。すいません、オラと奥様は。だから部屋はその、もごもご。奥様なんだ。奥様か。奥さんじゃないのか。奥様だね。奥方ってことかな。その人の奥さんじゃないってことだよね。メダルをあってもないのに送りますかって出てくからね。さて。収集家カズボを発動しますか。よし。RPG はね、基本情報収集だね。この町に呪文の研究をしている老人がいると聞いてやってきました。今失われている古代の呪文をいろいろと復活させるつもりとか、今失われている古代の呪文。なんでしょうね。大層な名前ですけどね。一応ね、自分知ってるので、知ってるけど、知らない人も見てるんでね。ネタバレは控えていただければいいかと思います。自分もね、知っててね、思わず口滑るときあるんだけど、なるべく滑らないようにはしてるんで、それはね、しょうがないですけどね。滑ってしまったものとか悪気ないものはしょうがないんですけどね。
まったく、ベネットじいさんは何を研究してるんだか。煙たくてしょうがないや。ごほんごほん。ベネットじいさんって人があそこだね。さて、これ、後ろから回っていけばいいんだよね、確かに。なんだっけ、道具。道具屋、なんか売ってるかもしれない。もう魔物の餌だ。これでいきなり階段上がってしまうとね、パニクるので、酒場はまだやってねみてえだな。早く飲みたいぜ。ここもね、プレステ版とかだと名産品ってのがあって、夜じゃないと手に入らなかったとかね、そんなのあったりするんだけどね、スーファミ版はそんなのないので、まあ気楽ですよね。進むの早いから、早いですよね。だからまたね、十何パートぐらいまで多分取りだめすると思いますので、だから途中でね、気づかないでそのまま進んでしまったりとかもあるかもしれないですけど、そこはご了承くださいね。さて、今夜の酒の仕込みはこんなもんかな。だから夜になるとまた夜の姿が見えるでしょうね、この街はね。すやすや。まあ夜の人なんでしょうね、この人もね。昼寝て夜、夜行性。自分もね、夜ね、コンビニとかもう大昔バイトしてましたけどね。まあ昼寝てますからね。ベネットじいさんの家からはいつも煙が出ててね、いつか火事にならないかと心配で仕方ないよ。だコンビニとかもね、自分経験者なんですけど、あれね、頭悪い人できないですからね。はっきり言って。まあ自分もいいかって言ったらそうでもないけど、結構いろいろやることあるからね。商品取ったりとか、発注したりとかするんじゃないですか。うまいうまい。人間やっぱりうまいものを食べてるときが一番幸せだよな。まあ後の人生はおまけみたいなもんだよ。人それぞれだね、それもね。あれ、どっから入ってきたっけ？だから、そうね、コンビニもね、だからレジとかもやっぱ覚えなくちゃいけないし、カードとかあるじゃないですか、荷物とかね。そう、なんだろう、宅急便みたいな。あるじゃないですか、いろいろ。今まだあるんでしょ？増えてるんでしょ？だって今って。波がこの世界を蝕もうとしています。しかし恐れることはありません。その時きっと伝説の勇者様が現れ、世界を救いくださるでしょう。だから、コンビニなんてってバカにしてる人いたんですけど、自分職失ってね、コンビニやった人いるんですけど、レジ打てなくてすごい行列作ってめちゃくちゃ怒られてる人知ってますんで、人に言う人ってあんま大したことないんですよ。自分できない人ほど人に言うんでね。ラインハットの後ろで大層豪華な、お、結婚式だったらしいですよ。なんでも結婚されたのは、王様の兄上、ヘンリー様とか、おお。お城の結婚式というのをこの目で見たかったわ。きっと絵に描いたような美しい花嫁様だったでしょうね。だそうです。こうね、主人公がね、こんなさすらいの旅をしてるのに。じゃあ行っちゃいましょうか。裏でね、裏から行くんですよ、これ。参った、道迷ったようだ。この町はどうも道が複雑で困ったもので。だ自分も昔やってた会社でね、すっげえパワハラいまして、ちょっと上司に言ったんですよ。もう環境だとちょっと、やばいんじゃないですかねって意見出したら、もうその、一番トップがもうすでにパワハラの人で、なんか君はこの仕事向いてない、コンビニでもやった方がいいんじゃないってすげえバカにしてたけど、多分その人できないですよ。だからそういう人ね、自分大嫌いなんですよね。はい、トテカントテカンといい防具ができそうだぞ。兄ちゃん、防具が欲しかったら料理に決めてくんな。あ、ここね、そうだ。このノコギリ刀って売ってるんですけど、ね。これ買っときます。もう何やろうとしてるか分かる方は分かると思うんですけど、まあね、一応伏せといてくださいね。スーファミの裏技があるんですよ。あんま裏技使わないって自分言ったんですけど、一番最初パート1ぐらいでそういうのも今回はやっていこうと思いますって言ってましたよね。っていうのがね、まあ着々と準備は進んでんですけどね。何かスネークソード。いやー、ブーベランの方がいいよな。それか闇のランプ使えば夜になるので、まあここまで来てもいいし。
はい、求む魔法助手、この角を南へ、南下ですね。ここをね、見つかんないっすよね。井戸って入れたんだっけ？入れないか。はい、ということで。なんじゃ、お前さん。お前さんも煙たいとか文句言いに来たのか？はい。ふん、わしがわしの家で何をしようとか、わしの勝手じゃろう。研究の邪魔じゃ、さあ帰ってくれ。すみませんでした。いや、違うんですよ。手伝いに来たんですよ。いえ。するとわしの研究を見学に来たわけじゃな。なかなか関心のやつじゃ。もし研究が成功すれば、古い呪文が一つ孵化することになるじゃろう。それは知っている場所であれば、瞬く間に移動できるという大層便利な呪文なのじゃ。どうじゃ？この研究手伝ってみれると思わぬか？はい。おう、やってくれるか。それではわしについてまいれ。なんかありましたよね、そんなのね。今回そこまでやろうかな。あと夜の姿もちょっと見たいよね。だってこのタイミングぐらいじゃないと見ないもんね。ごめんね、収集家カズボーなんだ。ちょっとこの地図を見てくれんのか。今わしらがいるこの町はここじゃろ。でな、この辺りにルラムーン草というのが生えてるらしいのじゃ。ちょっとそれを取ってきてもらえんかの。ただしルラムーン草は夜しか取れんそうじゃ。夜になるとその草はぼんやり光ると言われとる。どうじゃ、もう一遍言おうかの。いいえ。だからよろしい。ではわしは寝て待つことにしようぞ。寝て待ってろ。自分で行けって話だけどね。まあご老体なんでね。キメラの翼持ってたっけ。キメラの翼なかったっけ。あー、ないのか。だから教会で記録してキメラの翼使えばここ戻ってくるよね。そしたらもうキメラの翼は使わなくていいんだけどね。で、そこに行くときに出てくるモンスターで仲間なるモンスターとかもいるので、ただ仲間なるかどうかはまた別としてね。まあ、お金も預けたいところだけで自分全滅したらリセットを押すタイプなんであんまり関係ないですね。まあしないですけどね、ドラケー5は。ファイナルファンタジー系はね、全滅する可能性大いにあるけどね。ドラケーは気をつけてればね、よほどのことない限り全滅はしないので。はい。で、闇のランプとか持ってるんで、まあ、夜にはできますよね。持ってたよな。闇のランプ。あったあった。スラリンが持ってるのか。邪魔だな、全部。そう、道具整理は、やっとこうか。あとで。種もね、ちょっと使うって忘れてたわ、そういえば。まあ、いい数値が出るまでやっときますんで。はい。ね。夜になっちゃった。ここら辺は、パペットマンとか出てくると思うんですけど。お、リビングデッド。それが仲間入るんですけどね。まあそう簡単に入んないかな。ただ DS 版ですげえ自分仲間入れ作業やってましたよね。だからもういいかなと思って、そういうくだりは。ただこの後に6やりたいんで、それはね、また DS と違うんで、ちょっとじっくりやろうかなと思ってるんですけど、まあもともと6が入れたかったから5やったって話もあるけどね。5もいずれやろうと思ったんだけど、ね。はい、出ました。あ、それでね、コメントもいただいたんですけど、別に主人公が最後倒さなくても、一番最後にそのキャラ倒せばいいかな。そしたらまあ仲間入るようなね、話ですけどね。パペットマンちっちゃいな。入ったりして。あ一発
パペックだってこれ。すげえね、すげえ運いいね。ルラムンソ取ろうか。お、キラパンサー。このね、野生のキラパンサーは仲間入んないです。ゲレゲレ一匹だけかな、確か。パペットマンもね、2匹目とか入るけど、2匹目から確率ね、高くなるんですよね。名前が違うけどね。このスラリンとかも、スライムはね、まあ大体1回2回戦ったら仲間入るんだけど、2匹目3匹目結構入りやすいと思いますね。3匹目アキーラって名前なんですけどね。このドラゴンクエストの絵を描いた人、ね、ドラゴンボール描いた人と一緒なんでね、まあ誰のこと言ってるかわかりますよね、アキーラって。で、その 3匹しか仲間入んないんだけど、一種類のモンスターにつけね。それで、1匹分かれるってやったら、4匹目仲間入んですよ。まあ実際3匹しかいないんだけど、その名前がサスケって名前で、その絵を描いた人の息子さんが、その名前だらしいですけどね。まあそういう、まあそういう話は聞くんですけど。まあドラゴンボール描いた人ですね。よし、グラムスを取って、誰だっけ、キメラの翼持ってたね。最後セーブした場所に行くよね。で、夜なんでちょうどいいですよね。はい。じゃあ夜の姿を見ましょう。まあこれを計算してたんだけどね。お、なんだ。そんな喋りたくないのか。こんばんは。ここはルラフェの街です。それだけかい。おお。え？伝説勇者を？けど、当てはないか。だったらその天空の武器、防具とやらを集めておくんですね。もし本当に勇者がいるんなら、向こうもそれを探すはず、いずれ会えると思うんだ。おお、賢い。古い伝説によると、どっかに天空へ通じる塔があったそうですね。あんた、ポートセルミの南のカブチ村に行ってみましたか？はい。だったらあんたも嫌な思いをしたでしょ？いえね、私もなんですよ。いえ。そういうのは行かない方がいいですよ。あの村の住民はよそ者には妙に冷たくて。はい。今夜は神父さん随分荒れてるわね。神様はとっくの昔にいなくなっちゃったんです。お姉ちゃん、お酒もう一杯ね。あー、メヒク。まあ、普段大変なんでしょうね。ここだけの話だが、ベネット爺さんの研究には材料が一つ足らないらしいぜ。だから、こういう人もね、夜ね、こういうお話とかしてね、まあ仲良くなったりね、することも大人になったらあると思いますけどね。そして、ここで喋ったこととか、決してね、まあ他言しないのがまた信頼とかなるけどね。口軽い人ってね、何でも言うので、言うなっていうこととか、トップシークレットだっつってんのに言う人いるから、おっかなくて喋れないね。トップシークレットと言ってたんだけど、とか言って言われて喋られそうなとこでありますからね。びっくりした、あれ。鱗の盾。マジックシール。あ、ピエールいいね。ピエール使うからな。鉄仮面も使うよね。なんだ、整理しますかってないのか。じゃあちょっと整理するね。整理して種使っちゃう。あ、種、そっか、整備しないとダメか。まあいいや。じゃあちょっとね、整理だけやって。これいらねえもんな、こんなの。そっか、自動に装備はできないんだね。何気にパペック装備できんね。鋼の鎧、マジックシールド。これでしばらくは大丈夫だね。どうすかな、叩いを手使うと、亀の甲羅。スラリンができんのか。まあ、モンスターに装備させときゃいいか。そうだね、何もないもんね。よし、あ、一応話そうか。武器が欲しければ昼に来いって言うんじゃね。うん、ね、昼間に来てくんな。夜は相棒に店を貸してるんでね。あ、この人が大家なんだね。大家っていうか、
まあ、夜客来ないからね。でも防具求めてる人は夜来るよね。なんとルラムウソを持ってきたじゃと。これがルラムウソか。あっぱれあっぱれ。早速実験を再開することにしようぞ。えい、話しかけるでない。よし、今じゃ。ここでルラムウソ。まあイオ、イオだね意味わかります、このイオって意味。はい、イオだよね、これ。ドラクエ5の通販版のイオ。でもおかしいの。わしの考えでは、今のでルーラという昔の呪文が蘇るはずなんじゃった。お前さん、呪文が使えるようになってないか、ちょっと試してくれんか。はい、ルーラ。現状関係ないんかい。おうおう、やったぞやったぞ。よし、この調子で次の呪文に挑戦することにしようぞ。はい。ということで、今回ここまでだね。まあ、霧がいいね。で、朝にしようか。まあね、いろいろね、自分、こう実況動画なんで、まあ、声もちろん入ってますんでね、実況ってね。こっちか。だから、まあ、自分がね、どういうことやってたとか、ね。あの、こんな生活を送ってたとか、こういう仕事やってたとかね。まあ、あんまりプライベートのことは言わないですけど、名前が何だとか、年いくつかとかは言わないけど、ね。まあ、そういうことを言うのが実況動画なんで、それでね、まあ、誰が好きだとか嫌いだとか、こういうの好きだとか嫌いだとかね、やっぱね、言いますけど、まあ、言っていいことと悪いことっていうのはやっぱ区別してますんでね、人の悪口言ったりとかね。人の悪口言ってても実名自分出してないじゃないですか。この人嫌いだって言っても別に悪口じゃないし、それはね、あっちだってそう思ってるだろうしね、私のこと嫌いだと思ってる人だっていると思うんですよね。だけど、まあ、そういうのね、言っちゃうと万人受けしないからやめた方がいいですよって意見ももらうんですよ。なんだけど、隠してね、配信しててもね、なんか視聴者さんに嘘ついてるような気がしてね、なんかそこ自分ね、なんだろうね、まあ、実況者としてはなんかね、10点とか20点なんかもしれないけどね。まあ人間としてどうなのって思っちゃうので、まあそこ自分変な真面目さあるっていうかね。まあいいとこなんか悪いとこなんかわかんないけど、ね。まあ本当に純粋にね、その登録者とか再生数とかね、もう真面目に伸ばしたいんだったらそういうこと言わないんでしょうしね。だからやっぱ、まあそれはね、伸びた伸びたで嬉しいですけど、そんなね、嘘ついて伸ばしてもしょうがないじゃないですか。だってね、そんなの。ね、ずっと嘘に嘘を塗り固めていくんだろうなって思っちゃうので、やっぱね、その言うべきとこは言うし、とか、まあそういうのをね、考えながらね、まあ真意はぶれないようにいつも配信してるので、まあ別に全然悪気とかなくてね、まあ自分こういう人間なんだと思ってね、まあ好きになってくれる人とか、まあ普通に別にコメントくださればね、普通に返しますし、大歓迎なんで、ね。ただいつも言ってる通りね、まあ普通のもう社会のね、まあ、常識のルールとかマナーはね、守ってコメントくださいってことですね。まあ、自分もね、交流、人としたいのでコメント欄閉じてないので、まあ、そういう感じに捉えていただければね、すごい嬉しいので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、こんな至らない私ではございますが、ね、今後も頑張ってやっていきますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。